はい、こんにちは。栃木の竹志農場です。今画面に映ってるのは、パイプハウスの、屋根のパイプです。通常曲がりパイプと呼んでます。で、これはですね、一番手前が、これが新しいパイプですね。この光ってるのがね。で、その上にある2本はちょっともう古いっていうか、もうかなり古いパイプです。で、これをちょっと下の方に行くと、ちょっと長さが違いますよね。で、もうちょっと寄りますね。この上のこのパイプは、経年劣化で折れてしまったものです。で、これがね、地面に刺さっていたちょうど地際ですね、地際の部分から折れてしまいました。で、大体20センチぐらいかな、20センチから30センチぐらいのところから折れてます。で、このようになるの何年ぐらいかかるのっていう、大体、まあこれからね、パイプハウスを建てようと思っている人は、耐用年数ですよね。耐用年数どのくらいっていう疑問があると思うんですが、竹志農場では、まあ、20年から30年ぐらいは持つんじゃないかなっていうのが、持論です。で、やはり、竹志農場では、ニラ栽培やっていたので、毎年基本引っ越します。立てっぱなしっていうのはそのままっていうのはないんでね、何ヶ月だろう、2、3ヶ月収穫すると抜いて次のハウスに移動っていうことをやってましたんでね、結構長持ちします。ずっとそのまま何ヶ月もね、っていうか何年もそのままですと、こういうふうにね、地際の方が錆びて折れてしまいます。ある程度手間暇かければ長持ちするのかなと思います。で、このパイプが、これ1本ですとね、片側なんで、ぐるーっとこれ上の方行って、これ今ねちょっとジョイント外れなくなっちゃったんで折っちゃったんですが、片側このジョイントで、左右にね、パイプが2本立っていて、これで真ん中をつないでるというようなやり方でやってます。で、ここに見えますように、この錆びていない部分がね、ジョイントが刺さっていたところです。上のパイプですね、上のパイプの、錆びていない部分がジョイントが刺さってるといった感じですね。だからまあ普通に使えば20年ぐらい使えるんじゃないかなっていうのが、思ってます。で、ですね、毎年やってるとちょっとこの重ね具合が微妙に違うと思うんですけどね、撮影なんでちょっと曲がり具合修正しましたが、実際はここの角の部分が使っているとだんだん折れてきます。折れるっていうか曲がる方向ですね、伸びる方向ではなく、曲がる方向になってきます。ですからまあ微妙に、ビニールハウスを解体したり建てたりすると毎年毎年、形が変わってくると、まあその辺はねちょっと頭に入れておいた方がいいのかなと思います。で、野菜農家でずっと建てっぱなしの場合はいいんですけど、稲作農家で育苗の時だけビニールハウスを使うなんていう方は、まあぜひね、まあ面倒でも毎回毎回外して、その都度まだ建てるという方が、パイプハウスは長持ちするのかななんていうことでね、はい、思っております。今回はね、このビニールハウスじゃなかった、パイプハウスの使い方と、それと耐用年数がどのくらいということで、動画にしてみました。以上です。
あれ止まんないよこれ。よいしょ。